吉田さん、研修バッジね。確かにね、新人だから、なんかこうサービスを断るってことはないですよね。逆に、新人だからこそ価値があるってものもあると思うんですよ。例えば、キャバクラのキャストさん。まあ、慣れた人も楽しいんですけども、今日初めてなんですとかね、今日体験ですみたいな人の方が、お客さんとしてはね、ちょっと優位に立てるからいいなっていうところがあったり、あとはね、性風俗ですよね。性風俗は、業界未経験っていうね、 タイトルが付いてる女の子を選びがちだということもありますし、まあ、いわゆるね、ちょっとウブな人がいいな、みたいな。まあ、なんか、風俗に行ってウブな人がいいっていうのも、なんか矛盾してるんですけどね。でも、とにかく、新人だからとか、経験がないから、あの、何も提供できないっていうのは違って、ベテランの方が有利なことはあるんですよ。でも、こと、ビジネスに関しては、いちいちお客さんがね、この人経験どのくらいあるのかなとか、実績あるのかなって、そこまで気にせずに、そんなことよりも自分の問題解決に向き合ってくれる人のが、 安心できるなと思ったらむしろねベテランよりもより顧客の目線に近い新人の方が、うん、もしかしたらラポール気づけることもあるかもしれないですよねだからやってみることじゃないかなと思いますであとはニーズはいろいろあるんで例えばビジネス経験が全くない人が最初の3ヶ月で100万円の売り上げ立てましたって言ったら経験は3ヶ月しかないわけですよでも経験1ヶ月とか2ヶ月とか あと逆に5ヶ月とか1年経っても実績がない人がその3ヶ月で実績を出した新人さんなのに売れたってところに価値を帯びてその人の商品買う恐れはありますよね。うん。だから、誰に向かってやるのかってことも大事なんですけども、あの、発信した結果、思わぬ人に求められたっていう風なね、そういう出会いもあるんで、とりあえず躊躇よりもやってみることじゃないかなと思います。あの、行動が私は唯一の準備だと思うんですけどもね。じゃあ。